だっけれだっけれだんだん不思議な力が湧いたらどーしようるせえなただでさえ壁が薄いってのにびっくりびっくりなんだかとってもあうるせえぞいいでしょいいよねきっと毎日また歌いだしやがった許せねえ世間知らずのオタクは一発お灸を据えてやらないとな宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえ教科書見ても書いてないおいさっきからうるせえぞお前早く出てこいオタクあー終わったお邪魔女ドラミがこんなにも広い層から指示を受けているとは勉強不足だったあどうかしましたかえまさかこんななりしてるけど実は内向的なやつなのかあお邪魔女ドレミうるさかったですか？ああそうだよ。あんまうるさくて耳がキンキンキンになってたからね。耳がキンキンキンだったよ本当に。おい耳がもううるさくてキン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 ってなってたのもキンキンキンってなってたのも本当もキンキンキンだったぞ。お前キンキンキンだったんだよ。え？お前なんか今口ごたえした？いえしてません。そうだよね。迷惑かけてきたのはそっちだよね。そんなこと言える立場じゃねえよな。はい。おい仕事何してんだ急にプライベート聞いてきたなんか言ったかいや言ってません草売ってます驚きはしないよバジルイタリアンパセリカモミールあなんだそういうちゃんとしたやつねコリアンダータイムミントタイマー紛れ込ませてるで紛れ込ませるには安直すぎるジャンルだと思うのですがどうですかふうやめだやめさっきからこっちが下手に出てりゃでかくなりよってからにもちろんタダでは済ませないよあれ俺終わったうん終わったわーいやーいやーいや終わったでもな戻ったとればこっちがお邪魔女ドレミを爆音で熱唱したっていうのもあるしお前好きなアニメ行ってみろ回答次第では見逃してやるははい魔法少女マドカマギカですしたら泣けてしまってあは無理もありませんよ確かにあのアニメは泣けますからね自分を犠牲にしてまで京介を救ってあげたさやかちゃんが報われなさすぎて胸が張り裂けそうにね玉ねぎ切ってるところを想像したら泣けてきました全然関係ねえじゃねえかでイマジナリー玉ねぎで涙出るやつ初めて見たわ感受性高すぎワロタじゃあうちでマドカマギガでも見ますかあ見ます